ウクライナ軍東部バフムートで激戦続くも前進ウクライナ陸軍トップのシルスキー司令官は SNS テレグラムへの投稿で「防衛作戦は続いている敵は我が軍を阻止しようとしたが打ち負かされている」と述べたシルスキー氏は第77空中強襲旅団の兵士らがロシア軍の戦車を破壊しているところとされる動画も公開した 一方ウクライナ軍参謀本部は同日の選挙報告でリマン・バフムート・アウジー・イウカ・マリーンカ方面では1平方メートルを争う激しい戦闘が続いていると説明7日には前線地帯で26の戦闘があったというウクライナ軍の第三強襲旅団はバフムート周辺で 前線に沿って幅1.8キロにわたりロシア軍を1.2キロ後退させたとテレグラムで主張した。第5独立機械化旅団も占領軍はバフムートの庭エリアで陣地を失っていると最新の戦況を報告した。CNN はこうした主張を独自に検証することはできない。 南部ザポリージャ州でウクライナ軍の突破の試みを撃退。ロシア国防省が発表。ウクライナ南部ヘルソン州のダム決壊による被害をめぐり、ロシアのプーチン大統領は被災者を支援するよう指示しました。一方、ザポリージャ州ではウクライナ軍の突破の試みをロシア軍が撃退したとしています。 ロシア大統領府によりますと、プーチン大統領は8日、ウクライナ南部ヘルソン州のダム決壊をめぐり、ヘルソン州の新ロシア派トップと電話で協議を行い、非常事態省に対し、被災者を支援するよう指示したとしています。こうした中、ショイグ国防省は、南部ザポリージャ州で現地時間の8日未明に、 ウクライナ軍の兵士ら1500人と軍用車150両がロシア軍の防衛ラインを突破しようと試みたが撃退したと発表しました2時間の戦闘で敵は戦車30両兵士350人を失ったと主張していますロシアはウクライナ軍が今月4日から大規模な反転攻勢を開始したとの見方を示していますがショイグ氏は8日ロシア軍の 兵器を保管している施設を視察し、反転攻勢を念頭に兵器を前線に速やかに送るよう指示しました。公開された映像には軍用車やミサイルなどが映っていて、ロシア側の兵器不足を指摘する声がある中、これを払拭する狙いもあると見られます。ウクライナ軍、強固な抵抗に苦戦。 ロシア軍の戦線への攻撃で損失被る、米当局者。ウクライナ軍が同国東部での戦闘で予想を上回るロシア軍の抵抗にあい、装備と兵士の損失に見舞われていることが分かった。損失は、ロシア軍の戦線突破を図る最初の攻撃の中で、過去数日のうちに発生した。行為の米当局者2人が CNN に明らかにした。 米当局者1人は損失を相当の規模と説明米国が供与した対地雷復撃防護車両 MRAP も複数失われたとしたウクライナ軍は東部のバフムート周辺でロシア軍の複数の部隊を制圧することに成功したしかし対戦車ミサイルや手榴弾迫撃砲で武装したロシア軍は強固に抵抗 深く掘った残豪の中で持ちこたえている地雷源によってウクライナ軍の装甲車両にも大きな損害が出ているどちらの米当局者もこれらの損失がウクライナの計画するより広範な反転攻勢に影響を及ぼす見込みはないと述べた米国並びに西側の当局者らはかねて当該の反転攻勢には時間がかかると予想ウクライナ軍の兵員や装備は 西側のししたたシスステムをを含め高いいリスクにささられることを想定していたロシア国防省は7日バフムート近くでのウクライナ軍の攻勢は阻止されていると主張同軍は攻勢の目的を達成できておらず甚大な損害を被ったとしていたロシア政府はしばしば戦場でのウクライナ軍の損失について誇張して伝えるがウクライナのゼレンスキー大統領は最近 反転攻勢はウクライナにとって厳しい戦いになると認めていた米紙ウォールストリートジャーナルの取材に対しウクライナ軍の前進に伴い非常に多くの兵士が命を落とすだろうと述べてもいたウクライナロシア内部で工作員を育成して本土攻撃 CNN の伝えるところによると、米当局者らは、ウクライナがロシア内部でよく訓練された新ウクライナ工作員も加わるサボタージュ組織を育成したと信じており、ウクライナがこの組織に対して独自制作したドローンや資金も提供したと判断しているという。実際、ロシアの首都モスクワは5月に2回、2日30日もドローン空襲を受けた。 二日の空襲は、プーチン大統領の執務室があるクレムリン宮殿を狙ったものだった。CNN は、米情報当局はクレムリン宮殿へのドローン空襲の実行主体について、ウクライナが育成したサボタージュ組織であると判断しているとし、ゼレンスキー大統領は一般的な情報保安当局の活動範囲を設定したが、すべての作戦についての彼の承認が必要なわけではないと伝えた。 ウクライナがロシア国内で工作員要請の衝撃報道クレムリンなど中枢破壊化ロシア政府プーチン大統領の命を狙ったテロ行為オロディミル・ゼレンスキー大統領率いるウクライナのロシアへの反転攻勢をめぐり衝撃的な報道が飛び出した同国が要請したスパイがロシア国内で破壊工作を行い 5月に行われたロシア中枢部に対する無人機、ドローン攻撃も工作員組織によって実行されたというのだ。各国から供与された最新鋭戦車が戦線に投入されたとの情報もある。ロシアのウラジミル・プーチン大統領に対する攻勢は国内外で強まってきたようだ。注目のニュースは、米 CNN が5日、 米当局者の話として報じた。記事によると、米当局者は、ウクライナが複数の工作員組織をロシア国内で展開し、ウクライナ製のドローンが組織のメンバーに供給されていると見ている。5月3日未明、モスクワ中心部のクレムリン大統領府に対し、ドローン2機が攻撃を行った。ロシア大統領府が、 プーチン大統領の命を狙った計画的なテロ行為だと非難した襲撃について米当局者はロシア国内にいる親ウクライナの工作員によって実施されたとの見方を示しているというロシアが侵略したウクライナでもウクライナ側の反抗が強まっている A 氏フィナンシャル・タイムズ電子版は8日ウクライナの軍人や西側政府高官の話として ドイツが供与した主力戦車レオパルトをウクライナ軍が実戦投入しロシア軍への反転攻勢を本格化させたと報じたロシアのセルゲイ・ショイグ国防相は8日ウクライナ軍が同日未明に南部ザポロジエ方面で部隊1500人と軍用車150両でロシア軍の防御を突破しようとしたが撃退したと発表したしかしウクライナ軍は8日 ザポロジエとヘルソンの戦線でロシア軍が防戦に回っていると反論。東部ドネツク州の激戦地バフムト付近でも同国軍が進軍していると主張した。一方、南部ヘルソン州のカホフカ水力発電所のダム決壊は周辺地域の洪水に加え同ダムから取水しているザポロジエ原発にも影響をもたらしている。ウクライナ水力発電企業は8日、 原発の取水に必要な水位を下回ったたと述べたダムからの水の流出は今後も7日から8日間続くとの見通しで併設された貯水池で当面の冷却水は確保できるものの長期的な影響が懸念されているという。